こんにちは。ダイエット、そして食事改善。切っても切れない縁だと思います。まあ、私もね、食事とあと運動によってダイエットに挑戦していたわけなんですけども、まあ、今ではね、結構体重も落ち着いたんですが、やっぱりね、運動するよりも食事の調整の方が圧倒的に早くう体型を変えることができますね、えー。ただね、空腹にやっぱりこう慣れないといけないっていうところが辛いですよね。まあ、でも 比較的筋トレとかね、ヒートみたいな運動するよりは楽なんじゃないかなって気がしますね。はい。というところで、お正月が終わると、街の装いは一気に節分、恵方巻き、イワシ、こういったものにシフトします。そこで今回はちょっとね、恵方巻きから発生して、お寿司についてちょっと話したいと思うんですよ。えというのが、お寿司っていうのは基本的にヘルシーフード、日本人の生み出した天才食じゃないかなと思うんですよ。ね。鮮度のいい生魚を、 酢飯にね、こう乗せて食べる美味しい、ね、マグロですとかイカですとかねサーモンとか人気ですよねでも昨今安くなってきたこういった寿司ネタ酢飯ネタにちょっとした健康被害が懸念されてるんですよ例えばサーモンなんですけどもサーモンの育成を見ていると昔と違ってですね養殖が圧倒的なんですよその養殖方法も 科学的な餌を与えたりとか鮮やかな色を出すために色素を与えてみたりとかねおおよそ天然とは思えないような育てられ方をしたサーモンが長い間蓄積されて、人体に影響を及ぼすんじゃないかなって考え方もあります。これ他のことでもそうなんですけどもマグロもイカも言ってみれば大量に計画的に収穫するためにはどうしてもね、うーん。 まあ洋食になっちゃうんですよね、まあ、そうすることによって低価格なお寿司やお刺身が身近になったわけなんですけどもそれによる反動もあるかなとでここで一つミスター・イムさんにねお尋ねしたいんですけどもお寿司っていうのは今でもヘルシーなのかなってことなんですよ、えー、例えば酢飯を作るための調味料もだいぶ昔から変わってきました寿司職人が手間暇かけて先輩やあ 修行中にね師匠から習うようよなものとは違って今は10代のアルバイトでも仕事の経験がなかった40代50代の主婦の方でもいきなりお寿司屋さんのアルバイトに入って八マキを閉めてお寿司を握って提供するっていう役割になれるわけですよね。あすごく身近になっていいんですけどもその分健康や安全面は置き去りになったのかなと思うんですよ。やっぱりね食材ですとか お魚ですとかそういったものにコストをかければかけるほど健康効果は高くなると思いますけれども実際はそういうものを私たちは取るほど豊かではないですからねあとは調味料ですよね醤油ですとかわさびこれも実際にわさびを使っているのかというと実は油の塊だったりするわけですよねわさびのような味付けをした何らかの調味料という言い方でしょうか 本来わさびってのは魚の臭みを取ってわさび自体にも栄養素があったりとかしてわさびがものすごくね名産だったりするわけなんですけども最近はねチューブに入ったわさびとかねなんかとてもわさびの原材料ではないものが入っていてそれをお寿司につけて食べているまるでえたいの知れない毒をねつけてるような感じさえするということもありますねそれから酢飯を作る時のお、まあ、材料ですけども酢で締めて そしてお米を丁寧に炊いてっていうよりも何らかの酢飯に感じれるような薬剤を混ぜてていいるのかななっううふうにも思えるわけなんですよその辺ね今私があ重要な要素についての情報を持ってるわけではないので感覚的でもいいんでねミスタイムさんは最近のお寿司とか生魚についてどういうふうにお考えなのかなってことをね聞きたいかなというところあります。 えまたですね恵方巻きが始まりますんで是非、えー、ねダイエットレシピで恵方巻きみたいなのがお寿司みたいなのがありましたらこちらの方も、ね、いなり寿司も込みで紹介していただければなと思いますもちろんいわしでも構いませんよろしくお願いします